水のリーダーが共演するシーン絆をお送りします。レノ水ではトレーナーでおかずトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお願いします。トリーナーの気持ちで床に目を照らし明日の気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキと共に健康にお楽しみください。今度は
寄せていきましたよ。またよろしくよし、じゃあもみこれでも神さん気に入ってるね。またね、ありがとうございました。楽しかったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。よしきやね、バイバーイ。いや、やっぱもみベテランだけすごく上手に踊りますから、皆さんもね、リズムも乗りやすかったです。楽しかったね、マミー。で、本当はもう帰りたくないんですけども、次はね、イルカたちの番なので、マミ、僕らはイルカを呼んで帰るよ。じゃあ、イルカ呼んで出てきてくれるよ。マリンのジャンプ。
今日はどんな練習をやってみますか？はい、今日はミレキとジャンプの練習をするんですけど、どんなジャンプか皆さんにまず説明していきます。今日はあのお腹で水しぶきをこうねバッチャーって打ちつけるようなジャンプを連続でするっていう練習です。で、なんとなく想像ついたと思うんですけど、これあの成功すると前の方の皆さんびちゃびちゃになるので覚悟しておいてくださいね。よし、じゃあミレキやってみようか。見ててください。じゃあいくよ。せーの。さあ合図が出ました。お腹を打ちつけていれば成功なんですが、どうかな。いる。おいい。あーすごい。一緒に見ていきましょう。まずはステージの上からです。タイミングはここ、前ひろしでチャンスのタイミングです。さあ、前ひろしのかな、ここちょっとだけ遅かったですね。さあ、見ていきます。はい、今ね、胸びれを皆さんの方に泳いでいきました。皆さんに元気よくご挨拶してね。そう、よかったら皆さんも手振ってあげてください。いいよ。今ね、皆さんの方に向かっているサワ、まだ3歳の女の子なんですけど、とてもね、珍しいイルカになります。さあ、ちょっと元気なくなってきてるよ。元気よく振ってね。そうそうそう、サワは世界で初めて水族館生まれ5歳のイルカとして誕生したんです。いいよ、というのはひいおじいさんのイルカまで水族館で生まれたということになります。おかえり。とてもね、珍しいんですけど、サワはまだまだ先輩たちに比べるとできることが少ないんです。僕はね、サワが生まれた時から一緒に過ごしてるんですけど、生まれた時はまだまだすごく小さかったんですが、今ではね、体の大きさが156キロにまで大きくなりました。ね、サワ、おかえりですよね。まだまだね、できないことたくさんあるんですけど、お母さんや先輩たちの真似をしてね、いろんなこともできるようになったんですね。じゃあさあ、今度は皆さんにさあの張り切ったジャンプ見てもらおうか。じゃあいいかな、国内線よく見てね。いってらっしゃい。これからもね、さあどんどんいろんなことを覚えていくはずです。そういいよ、もっと高く飛べるかな。していくはずなので、ぜひ皆さんこのサワのことを応援してあげてください。この後もサワ一緒にね、楽しもうね。今ね、サワいろんなことを覚えている最中で、また新しいジャンプにも挑戦しています。ぜひね、そんな姿を見に遊びに行ってください。サワ、この後よろしくね。さあ、ここからはトリーターとイルカたちによる連続パフォーマンスです。どの秒で気が合ってるか、または外してしまうか、よーく見ててください。
きますよ。スクワットして指を前へ、そうです、これで返事をしていただいてなります。さあ皆さんいきますよ。スクワットして指を前、次は2回ずつ、クラップ2回の指差し2回です。さあ上の方の方も見てますからね、一緒にやりますよ。いいですか、両手で返事